はい、こんにちは。こんにちは。センターシリアルのビデオ、年末、2019年の年末号を始めたいと思います。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ちょっと画角が微妙に収まら、収まりが悪いんですけど、あの、ここにでかい人がちょっと今日はゲストで来てるので、はい。誰さんでしたっけ？大好きです。はい、よろしくお願いします。大好きさん。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。それは今日自己紹介もそれは用意してないからね。ああ、今日ね、あまあいい、もうめちゃくちゃ手抜きですね。もうなんか、まあいいか、あの、あ、私があの松井です。はい、よろしくお願いします。はい、松岡です。はい、ありがとうございます。で、今日は年末なので、はい、今年の振り返りと、来年何やりたいねみたいな話をしようかなみたいな考えです。はい、わかりました。今日は28だ。28ですね。今日28日なので。12月ね。うん、28日。なんで、まあ年末ということで。はい。そうですね。ちなみにあの、YouTube の動画をちょっと開いてもらえると。うん、YouTube の動画。ああ、センターシールあるね。はい、はい、はい。ビデオありますよ。はい。いくらでも。こんにちは。こんにちは。こんにちは。第1回の、これ、センターシールある、ビデオを撮ります。はい。動画で、はい、はい。今年のセンターシールあるは、はい、YouTube どんなのを上げたっけみたいなのを、まあ、まあ、まあ、そこから来るのか。はい、はい。これ、どれで見ればいいの？動画っていうのをクリックすればいいと。ビデオはそれ英語になってるんですよ。日付相当、はい、2マンスアゴーがいっぱいある、はい、1年前の一番最初はこれ15回かな、多分最初から言ってますか。じゃあこうですね。あ、いやいやいや、ん、あ、今年のだから、あ、今年の、そうそうそう、はい、今のごめんなさい、いいと思います。今のリクエストで1年前とかで見ると多分これなんですよ、うん、そう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 、多分それです。ああ、リボタンか、懐かしいな。リボタンやりましたね。はい、やりましたね。三人で、はい、初めて3人でやった。はい、はい、うん、そうですね。この真ん中にいるのはあの加藤さんですね。あの、今日は遅刻です。はい。はい、で、これや、あの、見ました動画。ちらっと見ました。途中でへこたれました。何時間マジでこのまま喋るんかいみたいな。え、これ、はい、あ、まあ、1時間40分だけど、すぐじゃないですか。いやいやいや、こういうエキスがね、凝縮されてるんですよ。リボタンのされてる、されてる、生い立ちとかね。いや、そうです、リボタンの、いや、そこに入るまで入るまでな、本題はみたいな、うん、で、その頃にはもう撃沈してた。いや、そうっすか。いや、でもさっきも最近の全然関係ないけど、ネットフリックスで、はいはい、あの、カメラを止めるなっていう、こう、映画がありますね。はいはい、見ました？見ましたよ。まだ見てないですか？見てないとちょっとネタバレになっちゃうのあれですけど、あれと一緒ですよ、だから。いや、最初ちょっと我慢してみた。なんか噂はそういうの聞きました。それはわかる、わかる、わかるけど、そう、段取りない下りで 何分やってんねんって。いいよ、分かって、ってかみんな知ってるよっていうとこで、私はそっち。ちなみにね、これあのちょっとスクロール、あ、見えてますかね。見えてますね。どうですか。いや、今の上をですね、上、はい、もうちょっとだけ下の人、はい、ちなみにそのリボタンから左のと、あと上の5つかな、うん、で、多分今年のビデオなんですけど、はいはい、リボタン一番アクセスされてますからね。あったと思う。ああ、282。はい。まあ、これ最初の頃だっていうのもあるんですけど。うん、なるほど。僕の、これ、この間、あの、ドテンドコンフ2019で喋った内容なんですけど、たった65ってどういうことですか？あ、どれですか？どれですか？ああ、この基本的な操作。うん、そう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 。これあの、ひろきの話をあの僕としてはもうこれ出したら喋ったらもうあとひろきのことを今後喋る必要ないかなって思うぐらいの内容にしたつもりなんですけどね、うん、これ僕はライブで、うん、まあそうですよ、聞いたんですけど、あのだいぶ柔らかい、分かりやすい感じだったね。例年と比べ、やっぱりそういうのあるね。かなり分かりやすくなった。そうでしょ、うん、ね、なんでみんな見てくれないの、
なんでって。それはあのさ、それはそのあのあれですよ、リボタンはこうキャラが3人こう並んで。ね、それが違うのか。そうしまった。いやサムネサムネ問題それ。やっぱ2ヶ月前ですからね。これをだから6倍すると、まあ、結構なアクセスになります。本当かな。まあ今ちょっとリボタン見たんですけど、リボタンの後が、うん、ビジュアルスタジオの、うん、そうですね、ロンチイベントですね。これあれこれってあれ何でしたっけ、これは僕がワンマンですよ、ほとんど朝から晩まで昼から晩までアメリカの方行ったって話でしょ。あ、いや、あのこれはですね、あのいや名古屋でやったんですよ。あ、そうなんだ。あのチューブ MS でやったんだけど、その VS2019 が半日したので、そのイベントってことでやったんですね。うん、なんだけど、これもなんか結構いろいろ内幕は大変 でもうしょうがないからって言って、前半っていうか一番最初のセッションは向こう そのローンチイベントのビデオが公開されてですね、公開されてですね、これで途中で止めながら、今何喋ったみたいな話をしたりとか、そういうようなことをしてた。ちなみに今戻ってもらいました。もう見た、まあ、詳しくは見ていただければいいんですが、はい、これ5時間16分とかですからね、はい、なかなか心してみないといけない、まあ年末年始だから、そうだ、ね、ゆっくり見 見てください、はいはい、VS のイベント、はい、ロンチビューですね。でその後がもうこれ上の5つは全てドットネットコンフ、そうですね、ですね、これ、はい、ドットネットコンフ愛知になってるので、はい、まあ愛知でやったやつですかね。そうですね、まあ、カンファレンスなんだ。カンファレンスって言っているが、コンフレクトしただけ。いや混乱してないし誰かとぶつかったみたいな、うん、まあなんか一応そういう名前で全世界的に、うん、やったあのイベントなので、まあ、うちもそれに習ってみたいな感じですね、っていうのが私の振り返り、はい、うん、まあ、僕が喋ったのはこのさっき言ってたやつですけど、他の方それぞれ登壇していただいたやつをビデオ撮ってで公開していいっていう話だったので、まあ、それはここに載せてるという感じ。ああ、というかそのドットネット、ああ、センターセイラルとはちょっと別の人もまあ、ああ、まあそうですね、普段、うん、大阪からね、うん、来ていただいて登壇までしていただいた方も見えますね、こういうことか、はい。なるほど。こうやって見ると、あれですね、その、センターセイラルビデオで単発で撮ったのって1本だけ、すごいこと。はい、3人のやつってこと？そうなんですよ。他はまあイベントで喋ってるものをまあ録画してアップしたっていうのが過去なので、そうですね。まあそういう意味ではイベント頑張ったっていう感じですか、ね。はい、そうですね。リアルイベントが、はい。じゃあ今日のこれを今年中に上げれば1年間で2本目って。ああ、そうですね。そうですね。2本目。ね、半年に1本ですね。はい、はい、なんか今いろいろえぐられてる感じだ。今日2本取れば1年間。ああ、そうか。じゃあ後半はちょっと鉄人さんを交えて2本目を取って、これで今年は3本と。ちょっと無理すぎたな。いいじゃないですか。今年中にやれっていうこともカメラに変えましょうか。はい、はい、ちなみに今年のそのセンターシエラルの、まあ、ビデオにちょっと関わらず、うん、センターシエラルの活動的にはこう振り返ってみると何が一番印象的だったんですか。いやー、どうかな、やっぱりドットネットコンフかな。なんか自分一人でって言ったらさっきの VS のローンチイベントが結局朝昼から晩まで喋ってたんで、そういう意味では長いですけど、まあやっぱりなんか自分一人で喋ってるとね、なかなかこうなんて言うんです、ね、味が同じ味で毎日物食ってたら美味しくないみたいなじゃないけど、まあそれよりもなんかみんなで参加してもらってやったので、ドットネットコンフはなんかいろいろ印象深いですね。あとはなんだ、内幕当日になるまでの話は僕 のブログに上がってるので、ああ、ね、ぜひ見てくださいみたいな、はい、ちょっとブラック入ってます。まあちょっと苦労もあったんで印象深いっていうところもあるかな。でもドットネットコンフのその、うん、今の動画であった愛知は、はい、結構登壇の方が、うん、なんでしょう、濃いというか、うん、濃いっていう言い方もよくないですね、はい、なんかバリエーションに富んでて面白かったな。ああ、そうですね、うんうんうん、
結構なんかイベントやると人登壇してもらう人を集めるの大変だったりするんですけど、今回なんか割とすんなりとなんか集まってきてくれて、なんかやる方としては非常に嬉しかったっていうのが、僕はあのやれと言われた方ですけどいや、やれも何もだってデフォルトじゃないですか謎だけど、いや謎ですけど、まあ印象深い、そうですね、よかったんだ、はい、あそうですね、大変だったけどよかった、うん、大変だったけどよかったです、はい、ちなみにあの大好きさん、大好きさんはどうですか、はい、今年はなんかコミュニティのイベントとかでなんか印象深いなみたいな、は、うん、はい、そうですね、こんな振りは辛いですか、別に自分が喋ったかどうかとかそういう関係ないです、参加者の視点でもいい、意外と参加以外も喋ったとかもちょっとあって、うん、はいはい、で Azure とか .net 界隈あのなんだろう、あまりなくてちょっとまあ悲しかったなというか、ただそうは言ってもイベントあったんですよ、うん、あの Azure ユーザー会が久しぶりに、そもそも Azure ジャズ UG ですか、ジャズ UG か、そう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 、ほほほ、あ、ジャズ UG、ジャズ UG あったんですよね、でちなみに場所って どちらだったんですか、その時あのね、両方2回あって、ちょっと2回目ちょっとあのお邪魔できなかったんですけど、はいはい、いや実は本当は3回とかあったのかもだけど、なんかそう MS で Azure で、寺田さん、名古屋で、ね、はいはい、で寺田さんが来た時っていうのがあって、うん、で多分ね、あの表から行くと見えないんです、それ本会だから、名古屋図って別なんです、ページがちゃんと、あ、表からってそういうの空場面ですかな、もしかしたら、ね、表なんだけどみたいな感じで今ずっと見てる、いや別に裏ってわけじゃなくて名古屋図ね、名古屋図で、そういうのが一つあり、あ、そうですね、10月ですね、うん、で一応ハッカソンも一応確かにあったんだけど、ちょっとそちらが申し訳ないことに参加できずに、はいはい、あ、今出ますか、あ、出てますね、そうですね、はいはい、そうそう、寺田さんがあの主催でやられた、うん、っていうことが、うんうん、まあ、思い出というか、はい、ただね、ちゃんとこうそういう運営だけだったので、まあ、ちゃんと話をするような立場にあんまり慣れてないなっていうのが、まあ、うんうんうん、若干悔やまれるのはあるけども、でもそれでも盛り上がることの一つなのでよかったなと、うんうん、なるほど、あとは個人的にというか、普段は最近ちょっとあの RPA をやってるので、うん、RPA のコミュニティにもちょっと出たんですよ、 RPA って何ですか、 RPA ってあのロボティックプロセスオートメーションっていうなんか技術の、なんかあのあれですか、あの某 S 社さんのロボットみたいな、そういう感じ、いや、S って、あ、そういうのなんですか、物理的なロボット、あ、物理ロボットではないですか、なんか僕のものすごいざっくりした認識だと Excel で VBA って話だと思ってるんですけど、うん、まあ、主に Windows 上で、あの Windows の、アプリケーションを外側からプロセスの 外から触ってカチカチカチと押していく、でキーボードここ直接やるハードじゃないんだけど、あの OS 上で動作する、それシミュレートできるソフト、なんていうのかな、昔ちょっとご存知かないですけど、ウィンランナーとかね、あ、そういうその画面の操作を録音して再生するみたいな、あのそういうものに近いのかな、多分テストツールみたいに使うやつですよね、うんうん、あのその世界だと思う、でそれの世界がもうここ3年ぐらいあの活況でして、でその商売はちょっと普段はやってて、でまあでもコミュニティの話にすると、うん、ユーザー会っていうのがちょいちょいあったりするんで、おすごいですよ、そうそう、みんなが後継のテストツール、そうそう、テストツールの世界ではある意味昔からあったけど、だけどそれが今一般化してて、で RPA って RPA ってもう売れてるんだ、だからなんていうの、AI よりもあのもうちょっと実用的というか、あ、まあなんとなくその即ビジネスで、あ、そうです、業務改善に使えそうというのか、ね、そういうことですね、 AI っていうともうちょっと時間をかけて、時間というか、まあ、AI 自体は特に何もしないというか、目的与えて学習を終えないとっていう世界があるじゃないですか、だけどそっちはまあまあその説明を置いといて、まあ、コミュニティが結構たくさんあって、それ名古屋でもあるんですか、名古屋でもね最近ありましたね、第3回目ぐらいだったかな、へえ、で三重県の方はなんか LT でちょっと出させてもらってっていうのがちょっとありました、それってどこでやった、四日市とかですか、その時は津でしたね、
うん、結構遠いですね。遠かったですね。でそこに反応しちゃった。ただありがたいことにそういうなんだろうコミュニティというか最近喋る機会があるので仕事その日はダブルヘッダーですね。だから他で展示やっててでその駆けつけてそっちで LT みたいな感じで、うん、結構、うん、仕事上露出してそのままコミュニティにみたいなのが、うん、今年ちょいちょいありました、うん、そんな、うん、なぜかこういう動画にも出る気になっちゃうみたいな、うん、要は、ま、前にコミュニティデビューというかそうそうコミュニティ露出デビューみたいなみたいな、うん、いやいやそのAzureのあれ気づいたらあれですよあれあれあれって連行されるやついやいやあのデフォルトで登壇とかそうそうそういやもう決まってるからみたいなあのあでもなんだろうなちゃんとこのテーマならまあ喋ってって言われるようにやっぱりなもう一回なるのがまあちょっとしたまあ来年の抱負じゃないけどそういうこともありますよね。だから RP なら変な話呼んでくれたら喋れるけど最近だからドットネット Azure 喋れって言われてもうんまあ初心者としてならぐらいになっちゃうからまあそういうのも今後出れたらいいなと思いますがまあ次の抱負でもありますねっていうのはい。ちなみにそのなんでしょう。まあセンターシールRってその、うん、まあドットネットとかまあマイクロソフトのテクノロジーをやってる方とかまあ多いんですけど、うんはいはい、それでいうと RPA でいうと、MS のツールを使った RPA みたいなのでいうとどういうものになるんですか。あのね結構それホットな話題です。マイクロソフトは最近 RPA 業界に進出しました。で商品名は確かパワーオートメイト。あああれかそれあのなんだっけロジックアップじゃなくてパワーアップスはなんか結構ツイッターでも見るんだ見かけるんだけど、うん、パワーオートメイトはあの何でしたっけ名前出てこない。フローあフローそう、うん、マイクロソフトフローから名前変わったやつですよね。あ、うん、変わったの、うんにうん、その概念ででも結構変わってると思うんだけど、でもそうそうフローってなんかそういうなんかマイクロサービス系じゃないけどあのイフトっていうんですか IFTTT ああそうねそうねそうそうあれ系だと認識してたのが、うん、なぜかあデスクトップというかコントロールに来ちゃったみたいな、うん、そういうのが10月ぐらいだったかな、うん、11月かそれぐらいにやっぱり出てきて、うん、でちょっとした MS と RPA が初めて融合した初年度でした、うん、なるほど、ねうん、そのあたりが印象的な1年っていうまあまあそうですね、まあ、本質的にはまあ普段やってる商売からそれを持ってるだけですけどでもコミュニティに本当に出てきたんですよ MS さんが。そんなとこも、うん、拝見しましたね、うん、RPA のコミュニティにですよ、うんあしかもそれがデベロッパーコミュニティじゃなくて主にユーザーコミュニティっていう感じ、うん、名古屋とかだとどこでやってるんですかちなみにそれは何だっけなコードベースとかイノベーターズガレージとか最近私もイノベーターズガレージ行くんですけど、うんうん、そんな感じ、うん、コードベースって何かご存知ないですイノベーターズガレージってなんか場所っぽいですけどそのコミュニティなんですかそれあごめんなさい今場所のこと言いましたどこでやってるんですか場所って今言いましたそうそう場所を答えましたコミュニティ？コミュニティの名前言ってないです。あじゃなくて場所。イノベーターズガレージ。コードベース？コードベース名古屋だったかな。うん、だからちょっと変な話、うん、そういうコミュニティとかイベントをどこでやろうかなっていうのを奔走した年でもありました。私自身は。プロトさんがそういうのをやってるみたい。どんどんこういうのできるんだなっていう ちなみにコードベースさんは知らないですけどイノベーターズガレージも今年できた施設ですから、うん、コミュニティ界隈にとってはちょっとしたニュースな気はしますけどいやなんかまず場所のホームページ見てたら知ってる人が写真に写ってた、うん、そうそうそうあるあるです狭いのでしかも名古屋じゃない人だったで私もそうなんだああそうかそうかまあどうでもいいですけど、うん、そうそうあだから、コミュニティ界隈のニュースでもあるかもしれないイノベーターズガレージなんか特に今年できた施設でですから名古屋の場所問題はねなかなか辛いですからね、うん、で私はなんかね皆さんと時々イベント
なんか考えたりしたりすることもあるから、こういう場所あるよっていうのを、はい、紹介またできればなとは思いますけど。なるほど、なるほど、うん、まあ、反省というよりも今年、うん、あったこと振り返りっていう、まあ活況ですね、うん、そうそう活況、センターシールあるとは違いますね。あ、いやいや、それを言ってるわけじゃないよ、別に。いやいや、大丈夫です。ネタだから。あ、そうそうそう。ネタです。ネタだからね。なんか俺悪いこと言ってるからって気になっちゃう。松岡さんは一番真剣に考えてくださる方なので。何よ。確かにね。まあ、振り返り、そんな感じ。コミュニティ結構いろいろありましたよっていう。共有ですね。あの、久しぶりに会ったということもあるから。なるほど、うん、なるほど。でも松岡さんは何してたんですか。なんか今年後半なんか特になんか存在感が全然なくて、たまにあの土曜だったか日曜になんか大阪とか東京に行ってるわみたいな感じ。あと何してるんだろう。まあ、そういう意味ではなんだろうね。まあ印象深かったので言うと、やっぱ M さんの大型イベントに喋る機会があって、はいはい、今年の頭がIoT アクションっていう、うん、あのそうですね、僕も行きましたそこで2ボタンを入手した。あ、そうそう、あ、さっき動画でもありましたけどね。そうそうそう、あのうちの会社がリボタン作ったというのもあって、はい、IoT アクションで登壇する機会をいただいて、4月、2月かな、月確か、うん、東京だいぶあのひどかったですけどね。あのでも動かないとかね。ああ、そっちですか。はい、はい、でも動かないとかありましたけど。あ、よかった。はい、うん、まだ募集してるの。あ、これは、うん、あのあれですね、もうページ変わってるんですか。2020年、はい、ああ、おお、2020年2月なので、前期の、はい、あ、なるほど。で、今までね、あのセンターセラルで喋る時だと、うん、20人とか、うん、まあそれぐらいじゃないですか、はい、ちょっと多いとこで言うと、はい、あるじゃんとかだと100人ぐらいなんですけど、はいはい、あの IoT アクションが700人おまあ見えないですよね。あ、もう見えない、誰かすごい、すごかったな。でその流れも多分あってかどうか、うん、そのデコードで8分だけデモをさせてもらったっていうのはすごい、はい、いい経験でしたね。住んでしまいました。はい、そうですねデコードは何月。レコードはあれ何月でしたかね。4月かな。お、4月か5月か。じゃあそこを得てレコードへの登壇というかデモが決まり、あ、でこう、あ、IoT アクションでの流れだとは思うんですけど、うんうん、でレコードでデモで、それはあの失敗しなかった。あの二通り解釈があってさ、あのビデオ見たときに一つは、ね、そうだね、あなんでビデオなんですか。ああ、あで、あ、あの、はいはい、後からね、後からみたいな時に、でなんか一つは、はいはい、あのその、ま、目の前のそのたくさんの聴衆にあのちゃんと聞こえるようにはっきりとものを言っているなって感じがしてすごいなと思いつつ、まあ、ぶっちゃけ棒読みではみたいな感じもしつつめっちゃ硬くなってんじゃないかみたいな感じか、意識はされたんですか、何かを、うん、あの時どうだった。あの、まあこれ動画流れちゃうんでちょっと気にしながら、あの裏の話は別にいいけど、あの、まあ旗から見てもね、うん、そのあれはそのマイクロソフトさんの、開発者向けの、うん、フラッグシップのイベントなわけですよ、はいはい、のキーノートなので、はいはい、僕社外の人間ですか自社だったら割と好きなようにやると思うんですけど、うん、そうなんですね、うんうん、なかなかそのイベントをやってる意向に沿ったかどうかはちょっと分かりませんけど、あの、うん、なんだろう、センターセラルみたいにワイワイっていう感じはちょっとさすがにできないですね。まあいいけど少なくとも尺は決まってるでしょうね、うん、そうね、うん、まあ、尺は当然尺は回らないといっぱいあるんですよ。そうそうそう、後ろで押して押して、そうです、だからコミュニティから呼んだ人はそういうことしちゃうっていうあれにもなっちゃうから、うん、でも、なんだろう、その裏の運営も含めて、うん、まあ、実際にやってみて、うん、まあ、いい経験になるよね、みたいな、うん、あれ、練習というのしたんですか。あ、あの、前日リハがありまして、ああ、はい、じゃあ、前日入りして、そうです、そうです、なんで、なんか何回かやった。そうなんです、すごい大
全く覚えられないんでね。ね、なんか後から見るとさ、すごいなんかすなんか結構覚えるとか言っちゃってるし、数センテンス喋るだけなんだけど、後から見ると、ね。じゃあ時間だけど多分なんか尺がぴったり話さなきゃいけないので、うんうん、だから変えられないですよね、うんうんうん。変えなくてもいいと思うけど、そうそうですね。いやそう喋ってほしいんだからそれでいいんですよ。別にいい時間。うんあとどうしてもそのデモンストレーションだったので、うん、動かないと意味がなくて、ね、で先ほどもその前のイベントのデモ失敗してるなあったね。あれ、あれ、あれ、あれはなんだっけ。あれはあの時はステージ上で、スフィアにセンサーをつける操作をして、うん、はいはいはい、で、IoT ハブにメッセージ出すっていうデモをしたんですけど、つける操作でつける場所間違えたんです、うん、動かないよね画面のクリック対象間違えた。あ、いえ、物理物理的に、ね、ああそっちか、はい、うん、我々はねそういうのをデモの悪魔って呼んでるんだけど、うん、本番でなぜかやらかしてしまう、うんうん、ちなみにそのレコードの時は当然その聞きに来ていただいている方、携帯持ってはって言うわけじゃないですか、うんうん、なのでその Wi-Fi 心配ですよね、デモで繋がらない。で、壇上に Wi-Fi がそれ用のが設置がされてるんですけど、はい、あのリハーサルの時にリボタンのデモもやったんですけど、うん、5ギガしか飛んでなくて、うん、はい、はい、繋がらないみたいな、うん、あれ5ギガ繋がらないんですか。で用意してもらったんですけど、はいはい、2.4 でやるのがねなかなか勇気がいる状態ですよね。うんうん、いやあれなんか目の前にそのなんていうんですその Wi-Fi のアクセスポイントの ルーターとか、今画角が切れてる。切れてるの難しい。はい、いや目の前にアンテナがあったとしてもなんか結構厳しいでしょ、あんだけ。なんか集まってると、うん、ちょっと実際にそのなんか測定器でね測ってみないと本当にどれくらい混んでたかみたいなのがちょっと分かんないと思うんですけど、うん、なんでしょう、その前日リハは具合が良くて、で当日の朝もちょっとやってるんですね、うんうん、で当日の朝ちょっと調子悪かったんですよ。余計ちょっと大丈夫かなみたいな感じにはなったんですけど、ね、それ人が集まったからじゃないか、その朝そのキーノートとかで、うん、まあちょっと理由までわかんないですけどね、うん、アクセスポイントってお客さんと別でしょ。別です、うん、で宅の上に用意してもらったんですけど、あ、そう、ね、ただその近ければいいっていうもんじゃないですね、はい、逆に、まあ、本番でスピーカー側がいっぱい集まってるだけでなんかとかなんかあるかもしれないですね、うんうんうん、本番の方でむしろ使ってるみたいな、うん、まあ、基本的には有線なんですけどね、その PC とかは、うん、優先でやるんですけど、こいつだけはあのボタン、こいつだけは、こいつだけは、はい、もう一個あのやったあのアズレスフィアも、当時は優先しかなかったので、そうそうそう、はい、二ボタンに I2C で生やすんですよ。優先だ、優先だ、めっちゃ大変だよ。いや言っただけだよ。やれとは言ってない。のそうか、まあ印象深かったな。だからその2つが、まあ、一番大きい、うん、大きいです、はい、じゃあ目立ってないって話じゃなくてなんかすごい目立ったって話でしたけど、いやでもそれねあれなんですよ、面の前半なんですよね、あ、後半がっていうか、そうか、うん、だから前半あの目立ったので多分後半バランスが取れて、いや前半がすごすぎただけで後半も活躍されておられたとかじゃないですか。後半でもねあんまりやっコミュニティでなんか出たっていうのはねあんまりないんですよね。そう だから多分余計で、その余計になんだけど、そのなん普段何一緒に住んでるわけでもないし、だから顔を合わさないじゃないですか。だから、ね、分かんない時は全然何してるか分からないんで、まあね、うん、まあきっとあのシードの社屋で何かしてたのぐらいしか思ってないので、仕事しとるわ、うん、そうそうそう、なんか炎上しとるわってほんでなんかメッセンジャーにも何も流れないし、なんかツイッターにも何も流れないと、なんか、うん、大丈夫か我みたいな。そうするとなんかポロッと土曜日になんか今日はなんかあるじゃん、もう東京でどう思ってなんかパラポロッと流れてきて、あーあー東京行ってんのかって生きてんなみたいな。まあでも確かに報告相手ってわけじゃないもん。そうそうそう。そう知らなかった。
我々独立して動いてるので、まあ波がありますよね。まあどうしてもそのコミュニティだから、で、あの本業忙しくなったとか、もしくはちょっと興味の対象が変わっちゃったとか、いうので、こう、あの、いなくなっちゃったりとか、久しぶりに会うとかね。まあありますもしくは、ね。寂しかったって。言うな照れるわみたいな。一番印象深い。そうそう印象深かった。寂しかった。今日会えてよかった多分。なんか僕は去年末かなの時とかに、口を出して言ってたので、来年はってか頭ぐらいかな今年は、アジュレシアの、あのワークショップを毎月やるんだみたいな。ああそうだ言ってたね。あれどうだったの。言ってたんですけどね、言ってたよね。全然やってないですね。一回やっただけ。あの時なんか参加してもらった人たちって、はいはい、なんか割とこの界隈で、あお、ま、今日も来たかみたいな感じじゃなかったような気がするんだけど。そうですね、珍しい、うん、でもその後、うん、そうたまに見かける方とかはいますよ。あ本当に、はい、うん、あのじゃあやっぱり第2弾 AI 界隈とか。ああ AI 界隈かな。なるほどな。あ、あのあれなんか謎の半導体メーカーそうね、それとも G のつく会社、うん、G のつく会社の方はあんまりまだ見ないですよね。あれでも結構売れてるんでしょ。そうですね、売れてるとは思うんですけど、うん、なんか結局、うん、の N の方はね、あのジェットソン持ってるからあれだけど、 G の方は持ってないからどうしようって言うと、まあ安いし買おうかどうしようかと思ってたんだけど。そうですね、どうしたんですか。だからワークショップやりたいんですけどね。やりたいんですけど、うんうん、まあ言い訳をちょっとだけすると、ちょうど夏前春ぐらいにテキストをわーって作って、うんうん、でもっともらわなきゃ、うんうん、って言ったタイミングで、SDK が結構変わって、ああ、あの元々作ってた半蔵のテキストが使えなくなっちゃってるんです。そんなに変わったんですか。変わったんですよ。そうですか。まあ最近も変わったんですけど、大きく、当時変わったのは、そもそもサンプルコードの提供の仕方が変わって、以前はそのビジュアルスタジオの新規作成、はいはい、アプリケーションの新規作成、プロジェクトか、プロジェクト新規作成でサンプルをいろいろ選べたのが、それが一切なくなって、GitHub からクローンしてやるっていう考え方も変わったんですね。この段階で、あ、作った資料が全部死亡する。あー、なるほど、うん、みたいな。あー、うせやな。まあ、という言い訳。はい、はい、来年は、来年は新しく更新されてる。でもさ、あ、そう、はい、もうだってあの GA するじゃないですか。あ、そうそうそう、うん、もう今は早速来年の話。うん、そうそうそう。もうそうだね、もう振り返りいいや。そうそう、振り返ったから、ね、終わったことや。ちなみにあの大好きさんも時間的にのえ、もういい話、はい、そうそう、まあ、もう2時過ぎか、うん、そうか、そうなんです、ほら、来年の、いや、なんかさ、1時間半とか2時間とかなんでそんなに喋れるのみたいなこと言うからさ、いやいや、喋ってたそんな多分ですよ。喋れるのじゃなくて、そう、長いねって言ってるんだよ。そうそうそう、長いねはそうだねって。そうそうそう、まあ、そうですね、喋れる、そりゃ喋れるさ。そりゃ喋れるさ、喋りたいこといっぱいあるもん。そりゃみんな俺、ね、喋りたいこと。じゃあちょっと来年の話しましょう。ああ、そうですね、来年の話、はい、じゃあ来年はじゃあ何を今やりたい、やってみたい、誰かにやらせたい、やらせたい。コミュニティ的なところかな。でもあれですね、 MS さんがそれこそ、うん、あの MS が RPA 来たからとか、うん、みんな、うん、ここのみんなが MS の近い人だとして、うん、だからそこの IoT と自動化みたいなところ めちゃくちゃざっくりじゃない。実際でも、でももともとでも実際そうだと思う。IoT ってなんか工場の自動化みたいなのがあるとして、はい、PC の自動化って逆に IoT のがなぜか先行してるみたいなところがちょっとある。あ、PC は取るからプログラマーがやってるから別に。そう、RPA って不思議で、なんかいつの間にか広まってたみたいな感じ、うん、印象があるんだけど。あ、そうそうそう。あ、だからちょっとその、なんだろうな、せっかく簡単になってる世界をこういう、なんだ、
ハードコアハッカーの世界にしたいわけではないんだけど、いやいやだけどそうじゃなくて、要はなんていうんだ、せっかくだから連携して、そういうイベントじゃないけど一緒に動く、要は PC 上のコントロールがその工場の機械にどうとかじゃないとか、マイクロサービスに連携するみたいな、そういうことのなんかこう動く事例じゃないけど、そういうのを何か紹介できるようになったらいいなとかちょっと思います。あー、そうですね、RP のいい使い方って技術的にはもうすぐできる。ちなみに事例を紹介っていう話なんですけど、その何かがあった上での事例じゃないですか。具体的にあってで紹介するかしないかっていう話。そう具体的にあるやつはそれはなんかどこから、その例えば業務から持ってくるか、いやだからそれはね、でみんなで作り上げるみたいな。そうできればコミュニティで作るとかじゃないと、実は本当に RPA って何かあのなんだ、実際に現場であの IT 非 IT の方がやってる現場で本当に何役に立つみたいな内容だから、内容そのまま言えるみたいなケースってあんまりないんですよ。で先に作らないといけないですね。そうですね。っていうイメージですか。そう、あで本業側では普段そもそもやってるんで、あ RPA の、あの売るのをね、だからそれを持ってくるって話は、まあ、あんまり ないにせよ、まあでもそういうコミュニティで話せるようなテーマとかができるといいなと思ってる。まあ、個人的にはあれかな、その、まあ、大変だとは思うんですけど、実際のリアルな事例を何とか出してもらった方が、そう響くかなっていう、もちろんもちろん、あのプロというか、あの実は日中 RPA の、 あの講師をやってたこともあって、そっちはあのコミュニティじゃなくて本業でね、でそっちのね、あのその生徒さんにもすごい言われました。やっぱりあのリアルなやつが欲しいって言って、ただRPA ってあの何直接何金のなる気になってるような話が実際多いので、あんまりその何あの儲かる話をそんな他人に話すわけないでしょみたいな話の方がどっちかと多いですね。だからそう例えばね、なんとか業の方の事例ってもう隣で使えるわけだから、そしたらもうそれまんま真似ちゃったらその会社にとってのこうなんか、なんかそんなことってあるんです。なんか僕のイメージで、あ勝手なイメージですけど、イメージではそのなんていうか、そのお客さん、あのエンドユーザーさんそれぞれになんか全然違う業務上のなんかその問題点があって、それを個々に対応しなきゃいけなくて、だから RPA というプラットフォームというよりはなんか個別対応するなんかそういうソリューションなのかなと思ってたんだけど、イエス、そのそこもイエスで、例えばじゃあすごい細かい事例出しとするじゃないですか、そしたらエクセルで例えば何かのそのなんだろう、労働した状態の勤怠を入れてます、でそれを毎回タイムカードシステムにポコンポコンポコンとなんか移す作業あります、でその事例を言います、すごい効果がありましたって言って、その前にして喜ぶかって言ったら、うん、まあそうだろうねっていう感動も何もないというかね、そういうとこもちょっと要は、いつも多分ね、僕の目線だとそのコミュニティとはいえビジネス好きな方から言うと、あの結局金額的にどうみたいな、そうでそっちの でそれはその中身が技術的に簡単であっても金額効果が高ければ非常に関心はつくし、あの面白いとは思うんです。素晴らしい。でもう一つは、技術好きな方向けってなると、なんかアハ体験というか、そんな使い方思いつかなかったみたいな、まあそこなので、そういう面だとちょっと RP は難しいのかなっていう気がします。そう画面で結局操作するのを自動化という点で言えば、そうか、じゃあ簡単なんだけどすごい経済効果ですで良ければ。技術コミュニティで話しますけど、ただあとはそれをその横転するのを、横転するそのコンサルティングなりなんかインプリでお金を取ってるとこがあると、あの公開できないみたいな話になると思うんですけど、そうじゃない、例えばそのそういうの商売にしてなくて自社で頑張ってやってみたようなとこだったら、多分それ単独で商売にしてるわけではないと思うので、あの相談できるのかなと思うんですけどね。まあ、さすがというか、そういうあたりをあのこういうコミュニティとかそういう話のプロの皆さんにまた話したいな、相談したいなっていうのがじゃあ来年の抱負ですね。ある意味そう実際、そう RPA だから、新しいからこそ話し方がわからない、実際だからコミュニティも立ち上がったばっかのとこが多くて、
それに対してのその何のイベントがあるべきかみたいなことは、うん、ずっとなんか結構議論の的なんですよね。だけどそこにいる人は非 IT の人がコミュニティやってたりするんで、うん、だから本当にやり方をちょっとアドバイスいただきたいなっていうとこです本当に、うん、だから打ちた、うん、イベント打ちたいのがそう豊富であって、うん、そうやり方はアドバイスいただきたいなっていうと、本当にそう、まあ、割と、うん、なんかちょっと話ずれちゃうかもだけど、そのコミュニティに参加する労力は何のためみたいなところは毎回悩ましいところ、そう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 、モチベーション、そうそう、モチベーションがね飛ばしてづらくて、行ってきたから会社の中の困ってること喋ってくださいって、それ俺何得っていうイベントになる感じがある。あ、そうだよね。そこはなんかインセンティブどこに取るかっていうのはなんか自分それぞれの人の中に多分あると思うんで、答えは、うん、イエスイエス、技術面は分かりやすくていいんですよね。そう、逆にお金の話になるとやっぱりちょっと分かりにくいというか難しいんだろうなと思う。そうそうそう、だからなんとか業とかって集めるのはまだいいんだけど、本当に業種バラバラになるから RPA でってただ集めちゃうと、うん、そうそうそう、業界話みたいな感じになってくる。そう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 、なんかちょっと想像できる、それは想像できる、うん、そうできる、だから、うん、そう、そうワンテーマが RP なんだけど、はい、みたいな、はい、まあでもなんだろう、こう思うのはなんかやってみたらいい、そういう面もある、そう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 、やってみたらやってみて良くなかったら良くないことが分かるし、そのやることに対する被害が甚大なわけじゃないそうそう、俺1年なんか飯食いなくなっちゃって、そうなんですよね。そう、ぜひぜひアドバイスくださいが、やってもいいんじゃないかなと、はい、うん、まあね、うん、いやだからなんかさっき飯食いながら言ってたんですよ、映像、いやで YouTube で自分で喋って公開すればいいじゃんみたいな話とか、やり方、それはまた一つの方法、そう YouTube でなんか喋ったことを公開するのも一つの方法だし、例えばブログを書くでも一つの方法だし、なんか Twitter でそういうことを専門的なことをしゃべりまくるでも一つの方法だし、まあ、今はなんかいろいろ方法あると思うので、あるね、うん、ありますね、だからなんか やってみて、あ、これなんか自分に合わないなとか、なんかそう効果ないなとか、うん、まあ、大変ばっかりでうーうーとか言うんだったらもうやめればいいしってことじゃないかなと思います。そうですね、やってみてなんか嫌だったらやめる。ああ、そう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 、どっちも自分で決めれるんで。ああ、そうそうそう、やるもやらないも、なんか業務でね、やれって言われたらね、なんか苦痛でもやらなあかんけど、まあ、自分でね、趣味の一環としてやってんだったら別にどういうふうにやろう。ああ、ね、趣味だといいんですけどね、うん、業務なんですよね。あ、いやいやいや、コミュニティはね、コミュニティは違うでしょ。そうそう、コミュニティは違うでしょ。そうだね、そうそうそう、そうだね。じゃあ来年 RPA 絡めた何かがやれるといいなっていう感じかな。あ、そう、ある意味みんなとやれたらいいなっていうのもちょっとありますよ。はい、で松井さんはどうですか来年。僕ね、来年ね、今年は松井さんもちょっとこっち来て、うん、今年ね、うん、結局なんかさっきのなんかビデオの振り返りじゃないけど全然できてないのは、まあ一つあれじゃないですか、なんか去年と一昨年はなんかアイルツ氏のビデオで圧倒したみたいなのがあるんですけど、今年全然まあ見ての通りできてなくて、アイルツ氏のビデオはこれ、うん、まあ見せるためのものではないですもんね。まあそうですね、そもそもね、うん、自分で記録を撮りたかったっていうのはあるんで、まあ全然見ての通りビューは伸びてないのを、まあ分かってて撮ってて公開してるみたいな感じなんですけど、うん、今年できてないのはまあちょっといろいろ忙しいっていうのもあってたんですけど、アイルツ氏別に捨てたとか興味なくなったとかではなくって、そういうところからなんか早く完成させたいって思いはありつつ全然動く時間がないわみたいな、なんかそういう状態だったので、まあ来年はねちょっと進めたいなと思っているのと、まあそのじゃあ今年なんか何やってたのっていうと、なんか今まだちょっと公開していない何かがちょっと水面下で動いてまして、まあそれを来年公開できたらなっていうふうに思ってます。なんか春先ぐらいまでにはまあちょっとなんていうの、大々的にやるつもりはまだないんですけど、完成度の問題があってなんですけど、まあちょっと一応パブリックにはできるんじゃないかなっていうふうには思ってますので、まあそれをこんなもん作ってたからかみたいななんかのはあるかもしれないですけどなんかそれ公開して、それとアイルツ氏の2本立てでいけたらなみたいな、そんな感じで活動しようと思います。じゃあなんか謎の新しいものが、うん、そうですね、出るぞと。そう、今洗面下でやってね、待っとけと、あ、待っとけと、うん、そう、そういう感じプロダクトカットじゃない、技術カット、
ああ、うん、そうですね。あのプロダクトって、まあ、あのお金に絡めるつもりは今のところなくて、直接絡めるつもりはないんですけど、まあ、一応物を作ってるのは確かですね。おすごい、そっちから、うん、お楽しい、はい、うん、なので多分来年も1年は早くて1年それをなんか続けてる感じ、うん、まあ、多分ね来年1年でも終わんない気配になりつつあるので、まあ、そ再来年もや同じことやってるかもしれないなって感じではあるんですけど、うん、まあそんな感じですね。だから IL2C と並行してって感じなんですか。うん、そうそうそう、うん、ちょっとね規模的にねどう考えてもねそんななんか二足のわらじだろうみたいな感じぐらいの規模ではあるんだけど、うん、まあちょっとまあやらなきゃみたいな感じで自分で自分になんかやらなきゃみたいな感じでやってるので、なので引き続きねなんかちょっと公開するなんかネタとか、あの例えばあのセンターシリアルのその本会結局1回もやってないもんね今年ね。あ、そうなの、なんていうか知らないんだけど。いや、あのその VS ローンチイベントと あれ何でしたっけ、コンパスとかで上がってるんだよね、うん、そうそうそう、本会はなくて、あ、これだ。センターシェルってこの辺じゃないの？本会が別にあるの？あ、本会って僕が呼んでるのは普通の勉強会。そうですよね、この辺のことですね。もうやっていないし、ここ1年、うんうん、今画面で見ているのは、これトライ開発ってやつですね。そうね、ローンチイベントとトライ開発です、ね、そうですね。トライ開発はね、頑張って一応あの休まず、あ、1回台風で休みましたけど、やばいのが来たのでさすがに残念ながらちょっとキャンセルしたんですけど、それ以外はね基本的に続けてて、自分で今見てもああ頑張ったみたいな感じなんですけど、うん、一応今年イベントは やってたと。そう、イベントは やってないですね。確かに。そうか、しゃべる登壇みたいのがなかった、うん、600もやってないですからね。そうそうそう、600もねやってないんだよね。去年あのドットネット600っていう名称でやったんですよ。あれ500じゃなかった？ 600? 600で、はい、そんなに500はね、500は稀にあるんですよ、MS の普通のセッションで。普通じゃないんだけど、稀にあるのは400じゃなかったっけ？いや、それはもう稀ではない。そうなんだ。なんだその変な、変な。今年でもレコード500あったよね。あの、カネルモードでバッキングかなんか。あ、あれそうなんですか？うん、そうそうそう。そうなんだ。聞いてないけど。一応聞いたけど、まあ500かなみたいな。なんだそれって言うとなんか怒られそうだけど、どんな評論家ですか。もっともっと何言ってんのか分かんないみたいなセッションでもいいのよと思ってたんだけど、何をしたのかも何を喋ってるのかも分かんないみたいなセッションでもいいよと思ってたんだけど、後であの頑張って咀嚼するからと思って身構えていたんだけど、うん、そうそう、うん、そうだね、まあ、これが500ぐらいかみたいな。俺もちょっと500に足を踏み入れたぞ。自己判断600はその、ね、うん、500の人が「あ、そら600だ」って言わないとちょっと、うんうん、まあそう、うん、そうなんですよね。そうなんですよ。でもあ、そうなんだ、600なんですね、うんうん、まあ、うん、そうそう、まあ一応イベントの、ね、名前として600なんですけど、別に本当に600である人じゃないと思ってるけど、でもいや、そこから入るのもいいと思う、うん、そう、これですよ、何だったっけな、いや、ちゃんとね書いてあるんですよ、うん、ね、600は参加者のレベルを気にすることなくプレゼンターが今必要としている。そう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 、高度な技術を思う存分に発表するイベントだから。イエスイエス、それからのこの松井さんのためのイベントかって。そうそう、だからそれあの違いすぎちゃう。この文句は僕が書いたんじゃなくて松岡さんから。あ、そう、こう美しい、まあまあ、説明文。いいんだけど、いいんだけど、誰にも、いや、結局松井さんのためにいかない、いや、結局松井さんのためにって言っちゃってるから。いや、勝手にはどんどんこうずれてるよっていう。いや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 、そうするとこうね、みんな喋んなくなっちゃうから。だから本会やってないですね。うん、そう、本会やってないけれども、うん、そうだ、さっき話題には出なかったけど、うん、トライ開発は、はい、月1で、はい、やってますね。やってますね。はい、はい、あのいつでもあの皆さん参加してくださいっていう、あの基本的にはあの黙々会なんですね。あのやり方というか、あの要するに自分でその普段の課題とか持ち寄って、で半日あのその課題解決のための作業をして、で、まあ、成果できました、できませんでしたみたいなのをちょろっと発表してもらう。で、みんなで集まるところの、まあ、あの利点というか目指しているところは、その、まあ、いろんなことし
知ってるでしょと、あのそれぞれ本当の本当の初心者でキーボードの打ち方も分かりませんみたいな人はさすがに来ないと思うので、そうでなければあの皆さんなんかそれぞれの分野で知ってることもあるし、今の技術って複雑なので、そのなんか全てのことを知ってるっていう本当の意味のスーパーマンってまれだと思うんで、基本的にはなんかみんな専門分野があるはずだから、まあそういうところをこう共有できたらなと、なんかちょっとこれ分かんないんだけど知ってる人いますかみたいな感じであの聞けたらなんか有意義な場になるんじゃないかなと思って始めたのが、まあこれですね。それ最近行ってないからちょっと分かんないですけど、うんはい、どうなんですかその来てくださいちょっとこれ教えてとか、あの時々ありますよ、あのしあのなんかその発表ネタ、発表というかその作業ネタ、今日やる作業ネタの関連で説明してるうちになんか結構長話したりとかいうことをたまにあります。それだとあの、まあ、黙々会みたいな感じとはいえ、うん、まあすごくこう、うん、顔合わせて意味がある、ね、うん、そう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 、うんうん、まあ黙々会だったらね、それこそさっきのあのなんていうんです、その一日入れるところに行って一人で黙々、それこそ黙々とやってる、うん、まあ家で黙々、うんうん、そう家でねやれる環境にあるんだったらそれでもいいし、 そうね、それすればいいだけなので、黙々、まあまあ、トライ開発はやってるけれども、うん、来年のじゃあオフというか、はい、やりたいのはあの、そう今回そうで、あのなのでまずあのトライ開発はまあ引き続きやる気でいます、あのずっと続けるつもりだから、来年も第2土曜日かな、まだあのちょっと公開してないですけど第2土曜日にやります。でそれの他にまあ本会やりたいなと思うのと、あとドットネット600があのどうもですね、そのまあドットネット界隈のそのニュースをあのキャッチアップしてる人ならわかると思うんですけど、ドットネットのリリース時期が10月前後なんですよね。で彼らのチーム今後なんか LTS とかその結構区切りのあるそのドットネットのバージョンを発表するのを毎1年後にやるって言ってるので、ということは来年も10月ぐらいにドットネットコンフやるんかみたいな話になるとですね、そうすると年末にドットネット600をやるっていうのは非常に難しいってことがやっぱり今回の結論で分かったので、時期をずらした方がいいのかなって気がちょっとしてるんですよ。まあ例えば春先とか、うん、春だ、うん、まあ、夏とか、まあ、ていうかあれでしょ、来年は600やりたいと、うん、まあやりたいね本会、まあ、スピーカー探すのが大変だけど、本会と600、うん、そう本会と600これ死ねるなうんなのでなんかちょっとそのあたりやりたいなと思いつつ、先ほど言ってたようになんかもうちょっと自分の方でそのなんかこっそりやってることだとかいろいろ忙しくてですね、なんか時間をどうやって取れるだろうみたいなことはちょっと考えつつっていう感じですね。まあプラスなんかこの間のあのブログにも書いたけど、それやり始めるとなんか場所をどうやって確保しようとかいろいろ考えなきゃいけないことも多いので、まあ頑張りますとしか言えないですけど、まあできれば行きたいですね、はい、っていう感じですね。なるほど、やろうとしてる。松岡さんはどうなんですか。あ、見えね、見えね、うん、そうですね、割と自転車あのいや自転車運営だもんだから、ああ自転車運営、そう、1年があんまり見通せないところあるんですけど、あ、まあ、ソフィアかな、さっき話題は出たけど2月に GA の予定なんです ね、はい、ね、発表されてる、うん、で GA 向けの大幅なアップデートがもうされたんですよ、うん、もうだいぶ変わったんですけど、でここでまたちょっとじっくり調べて、うん、まあ、情報発信してもらえるかな、GAになったらそう大きくは変わらないんじゃないですか、うん、そうそうそう、なんで大きく変わったんですけど、ね、GA の準備で、うんうん、はい、まあ、涙が出ながら、まあ、新しい方に始めた。ただ個人の方、やっぱコミュニティに参加する方って、うん、まあ、やっぱり個人で参加する方がほとんどじゃないですか、うん、自分のスキル上げようみたいな、うん、はい、その企業の方が自社製品を作るためにコミュニティ聞きに来るっていうのは、まあ、あまりなくて、うんうん、それならお金出してどこの企業呼ぶよねってなるじゃないですか、はいはい、なのでそれと比べるとソフィアの性質上、うん、ものとしてそのちょっと個人で遊び物としては若干高いし、うん、ちょっと難しいですよね、
なんかマニアックに受ける面白みがあるかっていうと、まあ、なかなかそこも難しいなって、うんはいはい、ものはいいなとは思ってるんですけどね、うんうん、なのでその辺の情報発信ですかね、うんうん、セキュリティなら絡みやすいですけどね、うん、私はセキュリティが強い製品なんですよ。そうそうそう、強い言い方があるから。それっぽかったらですけど、私は そっちの、本来はそっちの専門家でもあるので。はい。はい、その、うん、なんかいろんな機能があるんですけど、うん、一番わかりやすいのが、何でしょう、クラウドにつなぐデバイスに、セキュリティ高く通信するには、あのいわゆる証明書ですよ。うん、まあ、TLS ですよね。うんうん、でかつその変なデバイスからつながらないように個々を識別するにはクライアント証明書を発行してやるじゃないですか。でもそれ例えばね、いやラズパイでもできるじゃん、証明書発行していればってなんだけど、えちょっと待ってね、マイクロ SD に証明書プライベートのキーが入ってますよね、それ抜いて、うん、取れば、うん、コピーできちゃいますよね、うん、でそういうのがまあできないって、うん、まあ、簡単にプライベートキー隠蔽してますというような製品なんですけどね。それが個人の方だと、以上ラズパイあるしまあそう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 、なかなかね語りたくなるな。まあなんかあれだよね、あの個人の宅に侵入してラズパイに刺さってる SD カードを抜いてあの盗んでいくっていうシチュエーションはまず考えられないって話だよね。そう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 あと割とあの僕なんかもそうだけど、まずラズパイ久しぶりに使うかなと思ったら SD に何入ってるか分かんないからまずドカーンわかる、それわかるわやる、うん、何が入ってるか関係ない、うん、そうそうまあまあいかん、どうせ古いしなみたいなもう一回リセットするからみたいな、うん、うん、それはあります。で実運用で長期使ってるとこじゃないとなかなかこう響きにくいよねっていうのもありますけどね。そうですね、うん、まあ、ソフィアかな、ちょっと、うん、思ってるとこは、うん、なるほどね、それぐらいしか、なんかそれそうだ、だからなんかもう一個のプロジェクトの方をずっとやってたから IL2C のことあんまり考えてないけど、一つやりたかった、優先してやりたいことはあったんだ。あの IL2C で NuGet のパッケージを導入するだけでエグゼを吐くというところまでやる、うんうん、うん、まあ、それはあの要するに Win32 のバイナリーなんだけど、それが自動的に、まあ、要するに裏で要するに GCC とかであのコンパイルするっていう話なんだけど、そこまでやるとなんかあこれを何かに使いたいとか思う人が、まあ、世の中に世界中に 2,3 人ぐらいはいるかなみたいな思ったので、それはなんか先にやってもいいかなとか思ってた。アメリカ、ヨーロッパ、日本で、うん、そうそういうか、ね、3人まあもうちょっといるかもしれんけど、まあ分からんけどね、うん、ヨーロッパでかすぎて、っていうようなことはちょっとあのまあそのぐらいは先にやっといてもいいかなと、それタスクとしては後だったんだけど、まあ先にやってもいいかなっていうのはちょっと思ったところですね。楽しそうかな、うん、なんか作ればいいじゃないですか。いやまあそうだね、うん、あのあれと一緒ですよ、何ケーキ、ほう、うん、作ればいいんですよ材料買ってきてやるだけです、うん、別に誰もそれについて咎めないし、うんうん、やってできました、こんな美味しそうなケーキ作りましたってやってるんですか、うん、なんかツイッターのタイムラインで、うん、いやわざわざ山奥まで行ってでなんかあのカレー作るって、うん、で一人で食べる、あやってる人、みんなうまそうとか言ってなんかあの押し付けてんだけど、うん、そうあれです。そうか、じゃあまああれですね、来年もみんな忙しく、そうですね、忙しいですねあれかな、なんか某なんだっけ4月だったか5月のあのお祭り騒ぎが終わったら暇なのかな、なんだろう、あるじゃないですか来年東京で、某お祭り騒ぎあるじゃないですか、お祭りじゃない、あスポーツの祭典、オリンピックで、ああオリンピックで言えばいいじゃないですかそれ言っちゃダメだろまあまあいいんだけど、うんうん、いいんだけどちょっとぼやかしたくなるみたいな、まあまあ、うん、だからあれが終わったら暇になるのかなみたいな、うん、
名古屋もホテル取れないかもしれないですね、うん、あれはこっちの地域までは完全に宿泊地として紹介されてますからね。あ、そうなんですか。そうですよ、あれとあれはなんだっけ、今東京駅にどこに行ったらどういうのがあるっていうなんか案内がもう去年ぐらいにはボックスが設置されてて、うん、で外国人がピピって触ると、はい、そのあ新潟はみたいなそれぐらいの案内がもう東京で出るようになってて、ああで同時にだからその各地 の, その名物とかを紹介してみたいな、うん、だからね東京駅でだからそうそうだから泊まる、うん、そうそうでしかもね今回は何だっけマラソンが札幌にとかになったから、うん、やっぱりもう日本中のお祭りにはもうすでになり始めてるというか事実として、うん、だから各観光地もちろん名古屋もなんか結構いいどうかななんかやらないですかセンターシーラーでオリンピックに向けて。あ、まあそうそうそう。いやもちろん全然ネタ思いつかないんだけど。僕ストレートにやってるネタあると思いますけど。なんですか。自転車。自転車だってオリンピックの種目は微妙なんだけど。まあ、でもスプリントで取るそれを IoT なんてもう常識の世界だから全然スポーツで IoT ってもう真っ先にショッピかれますよね。あ、そうだ。ショッピかれますよね。要するにあの足を使うスポーツだとしても、うん、あのマラソンと競歩は全然違うっていうのと同じような感じ、うん、あいやその専門的なのが違うのは分かるけど、うん、いやネタはだからあるんじゃないのって言ってるだけだな。ネタいくらでもネタいくらでもあるぞ。ピックでってIoT 結構活況だと思いますよ、その辺本当に IoT で、ね、なんだろう IoT のちょっと どの辺のアプローチかだと思うんですけど、うん、なんかつけるって言ったらまず無理だと思うので、うん、なんか収集されてる情報でオープンなってるものを使うとかね、そうね、っていうのならまあ、ね、ありえるよね。あ、まあ、確かに一応でもなんかカメラで撮ってとか何モーションをこう記録してみたいなのすごい環境ですよ。ああ、そっちの。ああ、なんか見たね。フェンシングとかね。そうそう、そっちのフェンシングとか面白そうです。ああ、フェンシングは見たみたいな。そうそう、だからそういうクロステックじゃないけど、いや、本当にそれだけで今、だってイベントが行われるぐらいだから、うん、全然あると思いますけど。で、あれですよね。回転取って BLE でやるんで全然それちょっとオリンピックは まず無理だと。あ、そうそうそう、無理無理。だけどすいません、ちょっとつけさせてってもちろんもちろん、それは無理。いやいや、そこに売るものの話なんかしてないですよ。そうネタ、それネタにつけるのね、つけるっていう。そうそうそう、だから意外と全然普段やってらっしゃる世界だよっていうことだから別にいいんじゃないですか。松井さんを4年後にオリンピックに出すために。いやいやいや、あ、そっち選手にすると思う。あ、そっちはね、そっちは無理って言い切る。いや無理。そっちは無理って言い切る。いや無理。IT を駆使して。確かにね。IT なんかアーチェリーとかだったらできるかもしれない。IT を駆使して。ガチャンバチってやったらもう自動だな。いやでもいかにして記録を伸ばすか。いや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 。あ、でもね、僕あれですよ、レポートで1個書きましたよ。なんだ、自転車で僕は自転車乗ってて、でそれで GPS 付きのサイコンがあるので、どこを通ったかは GPS で記録されるんですよね。で、うん、その GPS の記録のフォーマットはGPX っていうパブリックのやつなんで読めるし、XML なんで、うん、それでその座標を使って、うん、なんだっけ、アークジスかなんかで、その走った経路と、うん、それからなんか途中に存在する駅あるじゃないですか、 JR でもなんでも、その最寄りの駅がどのぐらいその走った経路から一番なんか近いかみたいなのをなんか出していって、うん、でそれで統計取って、でなんかいかになんか走その自転車走る人はなんか そこに近いところをなんか走ろうとするかみたいなことが見えるだろうかみたいな可視化みたいなのをやってなんか書いた記憶あります。実際走ってみると分かるけど、長距離走ると怖いんですよ。だから最悪何かあった時にもうなんか輪行って要するに袋詰めして、うん、で電車で帰ってこれるかどうかっていう生命線のところがあるので、うん、なんであんまり離れた一つずつ離れたところを延々と長距離走るのは結構リスクが高いので、うん、特に一人で走るとね、うん、なのでなんかそういうのをね、なんかやった記憶はありますよ、うん、それをオリンピックに絡めると、うん、でもうすぐ思いつくサービスがあるからやったらいいじゃないですか、うん、それか絡めるって何を絡めるんですか。これすごい簡単な話だよ。だって今の話だったら、うん、だって日本人でさえそう思うんだったら、うん、だってこういう地域に来る、うん、その何走る人いるじゃないですか、うん、外国の方で、うんうん、はいはい、でその人はライフラインの
保ち方なんかわからないんだから、そしたらこっちでなんだ救急に救急にそんなことで迷惑かけちゃいけないけど、うん、それ反対だけど、うん、だけどそういうね連絡するところに自動で連絡するシステムみたいな、うん、全然外国の方なんか使うと思う、ね、あるんですよ、そうサービス。あるんだ。そう。あるから笑んって言ってんのか。そうそうそう。それはもうね、なんか空気のようにあるので。ごめんなさい。そうなんですよ。だからいくらでもあるって思ったらそういうことが思いつくからあるんだ。まあなんか別にあげてもいいと思うけど、あの、うん、ガーミンっていうあの、うんうん、会社で、であれデバイスをもちろん作ってるんだけど、最後コンピューターみたいな、うんうん、でそれと同時にサービスも提供してて、うんうん、でなんか転倒したりしたら、そう加速度センサーとかでその転倒したってことが検知されて、で大抵今みんなスマホ持ってるじゃないですか、うんうん、で BLE でリンクしてるので、うんうん、でスマホ側にアプリ入れとくと、それ経由でそのなんか転倒したみたいなのはなんか自分のその親しい人をあらかじめ登録しとけば SMS とかメッセージとかで通知できるみたいな、もうねやってんですよ。いいじゃないですか、ね、そう、だいたいみんな考えること一緒で。あ、そうなんだ、すいません、一緒ですいませんでもなんか別にやってもいいんじゃない、やってもいいと思いますよ。そうそうそう、今のなんかもうあるんですよっていうので、んじゃあやめとくかっていうのはやっぱりちょっとビジネスチックで、あ、ちなみに大丈夫、あのね、今面白いかなと、あのね、すでにあるよって指摘する人って、うん、なんだっけ、実行を阻んじゃってるとも思ってて、うん、で、ね、ビジネス的なジャッジすると、実はあるって、いや市場があるって意味でしょって捉えたら、うん、全然あの、じゃあ今、まあ、でいいじゃん、なんですよ、うん、だから全然いい、だからあるからそのやめちゃうってのももったいない、壊しちゃうとあれだからだけど、微妙だなとは思ってはいるんだけど、でもいいと思う、かなりね完成度高いので、なんかあんまり入る余地ないかなって感じはしてて、でそれはビジネスの話をし始めると、そうその通りで、自分でやったらいいっていうのももちろんその通りで、だからあれでしょ、ただその松井さんが信号機いじるのと一緒ですそうそうそう、まあ、そうだからそれも分かってる、だからうんと、なんて言ったらいいのかな、自転車はまあやっぱり僕はなんか走る楽しみのために走っているので、なんかあんまりそこに本気で入れ込もうって感じがしないっていうことに近いかな。あ、もういやもう便利にあって、それが3万で買うのもそれでいいわってなっちゃうというか、確かにね、もういや俺は走りたいんだみたいな。そうですね、それがまあ人によってはなんか、いやいや俺自分でもう最適な完璧なチューニングされたデバイスを自分で作りたいって思う人もいるだろうし、それもましてやそれを自由に作るのはその人の自由なので、もう ぜひやって公開してもらったらね、みんなそれで喜びますよ。その一部分でもなんか、例えば BLE の通信でなんかすごいハマってる人がいるけど一人知ってるけど、なんかあれでもなんかいろんなことをなんか試したりとかいうようなことの、そういうなんていうの、あの事例というか、実際にやってみたみたいな事例として、なんかああそうか、そこの部分じゃあ自分のこの今やってるやつに使えそうだなとか、絶対知見にはなるので、そういうの全然 OK で、うん、ぜひなんかねコミュニティとかで発表してくれたらなんか受けると思う。やるでしょうね、うん、やってください、ね、最近そういうのから離れたな、うん、まあまあやりたいですっていうのは変わらない、しみじみと言わずにやりたいなんて変わってないですよ全然、はいはい、うん、ってな感じですかね、うん、そろそろ行こうかな、うん、あーそろそろですね、はい、うん、時間ですかね、はい、はい、じゃあというわけで、来年もなんかあるぞと、あ、そうですね、はいはい、来年もやります、はい、じゃあ今日はこんなところですね、はい、そうですかね、はい、はい、はい、じゃあそういうわけでなんかずっとフレームアウトしてたような気がするそうそうそう、来年もよろしくお願いします、はい、的な、はい、そうですね、来年もじゃあこれセンターCDRよろしくお願いします、うん、はい、バイ、はい、バイ、じゃあまた来年、良いお年を、良いお年を。